天に竹林、地に松林、そして下新庄に樹林寺ありという、ここは心の鍛錬、技の鍛錬を望む若者たちが全国から集まってくる修行寺である。裏の京の組合長ニーダーに敗れ去ったダビョンこと秋田健は今この樹林寺で修行に励んでいた。トビシバシビシバシトト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 トだが、その根気は3日と続かなかった。こえアド使えだぜ、頭うるうるレベぜ。アドんたな、おいなして食ったことやってるなや。アドやめるが。あやな、別に信用すねたて、ブギザ頼ればいいねが。んだな、おい頭いいな、ブギザ頼ろ。あ、おいほんとに頭いいな、なして食ったね頭やなべ。ブギザ頼ればいいやなもんな。カントリーエレベーター。そこは大型村全土から収穫された米が集められてくる、いわば米の集積所である。だが今そのカントリーエレベーター内に裏農協の秘密アジトがあることを人々は知らない。答えたば何だすこしゃんでも同じだべ。ガドミム前から米だわら以上の超人だが継ぐねはダメだ。わかってらす、わかってるもうまくいかねえんだす。組合長なしとまた来たす。んたびょんか農家特捜んたびょんがまた受けてぶれさきったす。なしたぞ。よし行くよ。バカケンがしたことで一気になるなよ。いくよ、つつが虫アトホーク。クライパラゴト B。 なしたんだ。似たがつつが虫も農薬さんだばかなねび。最近全国で農薬パラコートを使う悪質な犯罪が流行している。樹林寺での信用に嫌気がさしたンダビョンはこの農薬パラコートを武器として使用したのである。行くよ、
うわ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 すんでもうわあど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 うわあバカキンがどうわあつきしょめがこのやらバカキンがどうわあはやばどうわあうん樹林図憲法だすげべバカキンが平和最後の手段だうわっ、な、なしたんだ京特捜ナビオン2号秋田小町秋田小町とは笹錦の持っていた胃もち病に弱い稲が倒れやすい等の欠点を克服した新種のブランド米であるそしてナビオン2号秋田小町はその秋田小町から培養された究極の戦闘ヒューマノイドなのだ動けんわさせるか小町パンチうー中森明菜に会いたかった手強い敵だった政府の農業政策の不備が訴えられる中秋田小町の誕生は唯一明るいニュースであるそしてその秋田小町から作られた農協特捜ナビオン2号秋田小町こそ暗淡たる秋田の農業界にきっと明るい光を投げかけてくれるだろう頑張れ秋田小町戦え秋田小町
戦いは終わったわけではなかった。新たなる敵、アシタ県経済連の巨大な魔の手がアシタの農業界に襲いかかる。人々は恐怖のどん底に叩き落とされた。今再びアシタ小町の立ち上がる時が来たのだ。待ちな。敵か味方か謎の男コシヒカリ登場。お嬢さんには戦いは似合わないぜ。果たしてこの言葉の意味するものは何か。農協を解雇されたナビョン1号の運命やいかに。そしてナビョン1号と共にバカをやっている今は亡きニーダーに生き写しのこの男の正体は何か。事件の鍵、大型村風力発電エネルギーは悪魔の手に渡ってしまうのか。謎が謎を呼び、行き詰まるアクション、究極の展開、そしてその先で秋田小町の見たものは。農協特捜ダビョン2、永遠の秋田小町。君は明日の光を見ることができるか。